おはようございます。速稼塾のコブです。今日は12月13日ですね。もうお話したようにこの週そして来週もうあんまり動かないんですよね。12月の半ばに入ってくると、まあ、ですんでそんなにね大きく利益を取るっていうよりももう来年のためにしっかりと相場を見ていくみたいな感じになってくるのかなと思います。同時にやっぱり大事なのは今年1年をやっぱりしっかりね振り返っていくことかなと思うんですよ。その中でもどのぐらいそのチャートにね補助線を引けてきたかなっていうのとそれが慣れてきたのかなっていうのと引く補助線の中でどんなフォーメーションに気づけたかなっていうことですよね。でフォーメーションっていうのは毎日毎日出るわけではありませんけども一回フォーメーションが出るとそれがしばらく使えるわけですよ。例えばレンジにしても上底と下底っていうポイントっていうのはしばらく使えるわけなんですよね。まあ、ですんでそれをどのぐらい気づけてきてしばらく使えるような補助線を見つけられたかどうかこの辺をねやっぱこう振り返ってみてはいかがでしょうかということでございます。それでは今日の相場解説は週足からいってみましょう。こちらです。週足なんですけども、もう伸びきった上昇ラインがこういう風にね上昇ラインがねもう限界を迎えてそろそろ下の方に向かうところかなと思います。一時期ね120円ぐらいまでぐんぐん伸びていくんじゃないかなと思ったんですけどもどうもそれも落ち着いてきたみたいですね、うん、で、まあ、チャートバーを見ると緩やかに右肩下がりになっているような感じに見えます。じゃあ次デイリーです。デイリー見てみると、うん、やっぱりここを頂点にしてもうね上の方に上がってこれなくなりましたね、うん、次の頂点ってのはここでしょ。その次ここですよね、うん、まあ、今そのローソク足っていうのは下がりきった時にもうあんまり上がらなくなってきたっていうところですかね、うん、あとはここをどのぐらい叩いて下の方に行くかになってきます。ここ終わってね112円の554を割っていくともう下の方にずっと行くかなっていうところですね。とりあえず113円の525は割り始めましたからね。で4時間を見ていきます。4時間、まあ横ばいという風な感じですか、うん、こういう風にね4時間はもう横ばいに入ってきてるような感じですよね。でちなみにこの3つ赤いのがありますけどもこれは効力を失ってしまってますんでねまあ112円の555ぐらいは使えるかな。これぐらいはまだ生きてるかもしれませんけどねこれとこれはもうあまり意識しなくて大丈夫です。で最後1時間足になります。で1時間もう横ばいですよね、うん、こういう風にね一旦下に行ったものが上がってきて横ばいに入ってっていうところですか。まあですんで改めて2つの上底過程を決めてもいいかもしれませんけどね来年のためにでぐーっと下に行ってしまうかどうかっていうのはここなんですよ。ここを割っていくかどうかにかかってます。112円の554ですかね554、555あたりこれを割るととてつもなく下に行くと思いますんでとりあえずは仮定がここでまあ上底がちょっと決まってないところかな、まあ、軽くここにしときましょうか。今のところは113円の915ですね。ちょっと広いですけどもまあ1円40ピップスぐらい幅が広がっちゃいますけどもねこのぐらいの大きな幅で今のところ見ておければいいかなっていうところですね。みたいな感じで緩やかに見ることぐらいしかもうできないですね。あんまり大きなピップスを取れるようなそんな動きは来てないですしフォーメーションも今何もありませんのでね上底下底もちょっと今決まんない状態ですからまあレンジではあるのかなっていうところですからでもね、うん、まあぼんやりこんな感じですか。じゃあ月曜日、うん、もう今日からはねそんなにね取った取られたみたいな感じになんないんで、まあ、エントリーも本当に毎日のようにするもんではなくて弱めになってきますね。エントリーしてもねそんなに美味しくないんですよ、うん、繰り返しますけど何かフォーメーションがもう見えてるわけでもないんで今フォーメーションがまだ継続中でしたらね先週に引き続いて今週も同じように取っていけるんですけどね。まあ、12月はそんな感じの値動きになるそんな特徴でございます、ですんでねその代わりに今日からはですねしっかりと FX の基礎講座の復習とかね中級編入られてる方は中級編とかあんな感じに
もう基礎固めにしていきましょう。実践はそんなに美味しくないです。じゃあ、本日は以上です。